はい、どうも、リズムタカです。ケンゴです。ケン。ドルジです。本日、今話題のあの方を呼んでますよ。え？はい。あの話題の話題ですよ。バラですか？バラです。ローズ。あの恋愛バラエティ、バチェロレッテ、バチェロレッテ、出てる人が出てくれる。そうです。すごっ、やばいよ。いくら金積んだろ。お呼びしたいと思います。お願いします。すごいな、可愛い感じ。よろしくお願いします。僕は現在の役者をやってます、はい、高校生の時にサンフレッチェ広島のユースその大先輩に来ました。すごすぎて中3で入ってきて、もうユース俺シニアユースでプレーしてんの。中3ユースで中3プレーしてんの。飛び級しねえ。ユース4年やってる。ガクと一緒。ガクお前聞き足は。ちなみに身長は何センチ。2メートル。なる逸材やん、これ、はい、順当にいけばそのはずでした。お前中3大好きだ。お前やってるとこ見たことねえもん。一生怪我してたから。なんか何なんやで。先輩と聞いた時はもう膝のもう膝がもうガクガクで身長がね、身長伸びすぎて、身長伸びすぎてもう膝がついていってなかったんですよ。だからもう入ってすぐ本当に4日ぐらいで怪我して、でもそっから卒業までリハビリ。お前何したいんだ。お前ケイムさんの身長がすごいね。いや本当にパパやん。ほんまに本当に可愛い。で現在何じゃないですか。現在はバラのね、はい、今噂の、はい、今バテロレッツシーズン2。すごいじゃん。もうびっくりしたよ。生き残ってるもんな。これ今1話、今日時点で1話が終わって、うん、びっくりしたよ。1、3話終わってるか。残ってますから、まだ俺1話で終わるの期待してみてた。期待してたんですか。それは残り2話でなってたんで、お前、はいはい、バラ渡される、はい、あ、こいつ終わったわと思ったら、はい、今日やる企画は、はい、だいぶ有利で、はい、お前が何やります。何やります。何ですと、はい、ヘディングシュート投げずということで、クロスターでやっていきたいと思って、で、カリー5本シュートですね。誰もディフェンスがいない。ヘディングだけ。ヘディングすればいい。それではいきましょう。お前、懐かしい T シャツ着とるな、これ。確かに。そうなんですよ、これ。え、お前先輩です。出てるもんね、リズムチャンネル実際。実際実は酒飲みながら鍋食ってます。ああ出てるわ。オールスター感謝祭でミニマラソンで優勝して出したんすよ。迫力あるな、やっぱり背高いの。え、すごーい。え、あれになったよ。プロ感想だよ。エリングはこうやるんですよ。いやそれ決めれたらかっこいいな。リアリティやったわ、今の。目やったよ、目やったわ。ファーにやった。いや。ああ !3 周目。いや、うまい。今のは
フォワード思い出しました思えるいやめちゃくちゃいいうわー確かにマジで日本で一番今ヘディングやばいのってガチで佐々木翔選手だと思ういやーうわーイメージ佐々木選手ですか？うわぁさっき俺が外したら、はい、勝つよ絶対決めるはは流しすぎでしょですうまいいやうわナイスキーパーあれだよあれかあれか彼はそれができるんだよなるほどお前今うまかったということでシェイ2点カズキ1点タカ0点という結果でシゲの優勝ですマジでうまかった。まあ綺麗だったっけ。まああれは綺麗だった。かお前いけるボールあったから。何球か。そうっすね。まあでもお前が行けると思ってやったら、それは。何も返ってこんねん。カズキに喋りかけてた。お前さ、おもんねえな。元お笑い芸人やろ。なんか一発ギャグとかやってなかった。確かに。じゃあ一発ギャグやっとこう。俺マジ人がさ、上に行ける人って喋りやと思うよ。お前が絶叫食らってるやん。ほんま、おもんない。こういう先輩をほんまにじゃおもろいとこ見せたらいいんじゃないの確かに面白いやんおもろいとこ見せたら俺は面白いと思ってる俺はそれはおもろいと思うけどでもね女の人も面白い人好きって言うじゃんうんじゃあ面白いことやったらいいじゃんだってバチェロレッテも面白かったら絶対お前バラまあ先見てないけど、うん、もう俺の中で結果分かってるそろそろいなくなるなじゃあちょっと面白いとこ見せておくよしいきます。まあ1位にもならず、ドベにもならず、中途半端な結果になってしまって、どうも。ピッ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 、グイングイン、すいませんたっけ、グイングイン、すいませんたっけ。本当にすいません。